あれやろ、優先地、うん、最近建てたっつって、あの布団を買い入れた、え、やば、え、でかっ、え、どうしたらあんな住めんの、知らん、お母さんが布団買い入れ、住み切らん、住み切らんとか、その無理やん、現実的に、うちは。いや、まあ無理はってんだよ、やばくない、あれやばいね、あれは。何してんの、親。知らん、お母さん。知らんとかなわけないっしょ。知らんとか言うやろ、その親同士は、そういう話。いや、お母さんとは喋るよ。だってお母さんは仕事しておらせたんでしょ、専業主婦でしょ。じゃあお父さんだけ、うん、お父さん。はなんかしておらすじゃない、お母さん。なあ、しておらすかわからんばった。あー、ギャー、ふとか言え。なかなか立てれんよ。やばいことしてんじゃん。やばいことしてんじゃん。あんなん変えるって。からしおらすかもしれんね。え？ヤクザ？ヤクザじゃなかろうだ。知らん、話聞かんもん、お父さん何しおらすか。言わせたもん、何回か。旦那さん何しおっとねえとか言っても。うん、まあまあ、なんか不動産の、関係とか言わすけん、ね。不動産関係かなんかじゃないと？怪しい。詳しくは知らんばって。家の車もすごいもんね。アルファードとポルシェだったろ？うわ、え、もうやばいやん。うん、うちはもうね、やばいところ。ロールスロイスとフェラーリしか置いてないもんね。嘘つけよ。え、何のための嘘なそれ。何それ。え、あれ、家なかったっけ、うち。ないよ。あれ、ロールスロイスと誰に向けての見え張りなそれ。ロールスロイスとフェラーリなかったっけ、うち。ないよ。ああ、なかったね。何を言ってんの？トラックだった、軽トラだった。軽トラとカローラだった。何を言ってんの？聞いた、あんたが聞くた。ゆせくんのお父さん何しよるとって。嫌 やって。あかん大きい家すごいねって聞くた、あんたが。いや、なんか嫌やな。聞きづらいな。え？え、マジって不思議やわ。お母さんお金があってもあかん家には住みきらん。いや、なんか何もあるかわからん、周りに。いや、あったらあったで、欲しなんねんって、ああいうの。そうかな。で、掃除大変そう。うわ、もう、お手伝いさんとか夫じゃない？あ、でも、いそう。うん。確かに。あんた行くだ。お手伝いさんでバイトしてくった。嫌やわ。なんで同級生の家にバイトするの？チャンネル登録、よろしくねー。